さて時刻は10時を回りましたジャズバー五木へようこそいらっしゃいませ今回から始まりましたジャズシンガーの卵まごの五木と申します私はですね普段ジャズの音楽学校に通っておりまして中南部のあのジャズバーで歌わせていただいたりですとかえ地元の方ではジャズのビッグバンドのより優ったメンバーというんですかね でジャズバンドをしておりましてでそれであのジャズのボーカルをさせてていいただいておりますやはりですねあのしっとりしたあのおしゃれでかっこいいイメージのジャズですのでこのライブの時とかはですね素敵でなんかあでセクシーっていうんですかこのセクシーに曲紹介をしたりちょっとクールジラしたりとかしてるんですけれども。 その反動ででしょうかね喋りたい気持ちとか他の場所で素を出したいとか欲求が出ておりますであんまりにも喋りすぎるとこの自分の,このキャラクターとかこのアホな部分がちょっと出てしまうんじゃないかなってみんなにちょっと言われてしまいましてで下ネタも出る可能性もちょっとあるっていうことでちょっと止められておりまして。で 最初でこの自分のこの,この上がって上がりやすいテンションを沈めるということでゆったりとした今この私の好きな「ノラ・ジョーンズ」をかけさせていただいておりますでまあ一応あの私がちょっとね下ネタとかもしかして言行ってしまうかもしれないんですけれどもで行った時には一応ピー音ピーですよね <laughs> <laughs> マリアンですかね生放送でで,でこのピヨンをあの入れてくれるそうです演奏さんが <laughs> でそれでですねあのなぜ私があのジャズ番組をあの持ったのかといいますとあのやっぱりジャズより J−POP とか J−POP より洋楽とかね この時代がやっぱ流れていきますのであ,のあんまりジャズが求められていなかったりでやっぱり歌っていると BGM とかでやっぱ終わっちゃったりとかしたりこのやっぱマニアックな音楽なのであの本当にジャズは素敵なんですよとかクールなんですよかっ,いいかっこいいんですよとかまあ簡単にしかあの私はまだ説明はできないんですけど。<laughs> でそれで あの那覇だけではなくてです、ね、この音楽の街講座にであと中南部とかこのそういった地区でもジャズを若者から叔父、うん・お,じおばあまでとかですかね聴いてくれるようなこの環境を私が作っていきたいなって、まあ、若くはないんですけれども作っていきたいなと思いました。 で、この、例えばですね、なんか、あーって、例えば、You'll be so nice とか、こういった曲あるじゃないですか、このジャズの。で、こんな曲を聴いた、この手、流れた時に、あーってか、この、 この曲ジ,ャズジャズの曲かなああ、聞いたことありやすさとか、ちょっとこういうふうに、うっすらだけど、ちょっと聞いたことあるとか、こういうふうに、まあ、それまで、それまでいけたら私として、私としては、やったぜ、I did it! みたいな、ちょっとこういうふうにね、なって、なったら、ちょっといいかなっては思ってます。でもあ、個人的には私はヒップホップが好きなんですけどね。これで怒られるから。<laughs> であのー、今回、あ今後この番組なになるんですけれどもこのスタンダードジャズですとか、あのー、インスト、ね、日本人の方がこの歌うジャズですとか、うん、ジャジー、ヒップホップも大好きですね。で日本語のジャズとかも,もうそれも好きです。であと今流行のこの洋楽洋楽の,このポップスですねそれをジャズにアレンジしたものとか。 もうこれも好きなんですけど、ボサノバとか、たくさんいろいろあるんですけれども、ジャズにはいっぱいいろいろあると思います。で、それで、あのー、たまには J-POP も流したりなんかしたりして、で、県内で活躍している私のシンガーとか、あのー、お友達とか、で、先輩の方とか、で、ジャズに限らず、あの、今後、読んでいきたいと思っています。で、他に、 あのアーティストの方ですとかこのダンサーの方とかもあのおりますので多分多分じゃないやもう告知とかもしながら楽しくなるかと思います。でまずはねやっぱりあの初心者の方がこのジャズっていうもの「うんー入りやすいね」みたいなっていうようにそういった曲を流していけれるように。 頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、えっと、毎週ですね、この時間帯が、毎週火曜日夜10時スタート、ジャズバーいつき、本日、開店のあ、閉店の、どっちかね、閉店の、開店の、閉店のお時間まで、<laughs> お付き合いください。 で、この番組では、あの、メッセージを募集しております。で、メールアドレスは76、761-at-fm-coza.jp。761-at-fm-coza.jp。ファクシミリは09、098-934-8653。098-934-8653。深夜ですので、お間違いないようによろしくお願いいたします。 でまた、FM コザではですね、あのツイキャスト、直ってますかね、よくツイキャスなんですかね、ツイキャスツイキャスツイキャス,ツイキャス <laughs> ちょっとなれそうにもないですね。えー、ツイキャス、うん、とユーストリームで、あの映像と音声を発信しております。で今、多分あの見てる方もいると思うんですけれども、ふうみたいな感じで。 ちょっと見ておりますかね。で、それで、あのー、映像と音声発信しており、あの配信しておりますので、で、FM コーザのホームページからもう見ることができますので、この FM コーのホームページちょっとググっていただいて、で、それで見ていただいたら助かります。で、それでは大丈夫ですかね。あの、一曲流してよろしいでしょうか。 ね、あの、それではここで一曲流したいんですけれども、あの、ジャズ・ボーカルの、あの、入門、まあ、入門の曲になるんですけれども、あの、セッションの時ですとか、あの、定番の曲になるんですが、あの、曲が明るい雰囲気なので、あ明るい雰囲気なので、やっぱ可愛くね、なんか、歌ってしまいそうになるんですけれども、この、実はこの歌詞がですね、失恋の、あの、悲しい歌になるんですよ。 あの、この歌詞がね、私の心を持ったまま、あなたは去っていってしまった。抜け殻の私は、ただ、涙を流すばかり。という歌詞が、が、の部分があるんですよ。ちょっとね、切なすぎるんですよね。でこの部分が。で、私は女なのでちょっとわかるんですけれども、男性諸君はちょっとわかるんでしょうか。はい、シラフーナ。<laughs> <laughs> <laughs> お客さん分かれ <laughs> お客さん分かりますかそういったなんか女性の気持ちとか分かってくれたらちょっと私としてはちょっとこのジャズバーのまあママとしてちょっと嬉しいんですけどで、うん、男の人がね、まあ、こういう気持ちになるってあ,あるのかまあ聞いてみたいですねではそれでは聞いてください。エララフィッツジェラルドで All around me. はーい。じゃすみません。ちょっとラジオを聞いている方にはね、あのちょっと伝わらなかったと思うんですけれども、まあ一応映像もちょっと見てないかと思うあのね見えてないかと思うんですけれども、あの私あのシンガーとしては一応やってはいるんですけれども、あれなんですよ。このラジオはやっぱり初めてですので、あの初心者マークをね買ってきてね、で今これ首に下げてるんです。 でこれを自分が慣れたら、多分慣れるまでに3ヶ月ぐらいかかるんじゃないかということで,で言われてはいるんですけれども、でま、適当に自分が、ま、慣れたなと思ったら、あの視聴者、お,お客さんお客、視聴者じゃない、リスナーでもない、みんなお客,、うん、お客さんになりますので、あのお客様に、の私の,この初心者マークの <laughs>、首にかけてる初心者マークのこれをプレゼントいたしますので。 もしよければご応募ください。でで,ですねあの、ちょっと話はあの急にですけど変わるんですけれども、あの私は沖縄,沖縄市の出身ではないんですけれども、あのやっぱ沖縄市は第2の故郷。 うん、故郷というですよねあの故郷だと思っておりましてで親があのこっち、あのー、昔ですね私が小学3年生ぐらいの時になるんですけども <laughs> あのこっちのパークアービニューのところで、あのー、この FM 小座の何軒か隣になるんですけれども何軒目ですかね56軒目かな今数えに行ってもいいんだったら別に行きますけど。 何件目かなだいたい時屋さんのところミッキー食堂のところですかね今ミッキー食堂ね、ありますよねで、その辺のところで、あの、フランス料理の喫茶店を、あの、経営を、この8年ほどやってたんですよ。で、やっぱこんなのもあったので、なんか私的には、やっぱり、あの、沖縄市は第二の故郷と思っております。で、この、小学校、中学校、高校ですね。この、週末とか、 あの夏休みとか冬休みとかもう嫌だったけれども毎日のようにこの親のこのフランス料理屋の岸さんのねこのお手伝いをさせられてばっかりだったんですよで一番外のどこどこにどこの子に何々の合いびき肉買ってこいとか牛乳買ってこいとかってしょっちゅう言われてもうしょっちゅうしょっちゅうこのパークアビニューからねパルミエラ通り通ってねで一番外までヒッチヒッチ行ってたんですよ で、多分、私的に思うんですけどね、沖縄市民より、私、パークアベニューから、あの一、パルミラ通りに向けて、一番街を、に、この向けてですね、一番歩いてると思います。この沖縄市の出身の方より。もし、沖縄市の方が、あの、何言ってるかって、自分は100キロぐらい歩いてるよって、こうなって言う人がいるんであれば、 私は多分じゃあ102キロぐらいみたいな <laughs> それぐらいかな何の話, <laughs> か何の話って感じなんですけどであ,あれなんですよこのあのパークアビニューがねこのやっぱシャッターがこう増えていくのとかもやっぱずっと見てきたし潤ってるのも見てきたしこの大好きだったこの,この目の前のねこの町屋のおばさんのお店が潰れた時とかねやっぱちょっと悲しくなったんですよだからでお客さんがこの覗いたら このパックアビリーングが少ないこの人が少なくなっていくとかねこんなんとかもとっても寂しくて茶炭にやっぱ流れていくんだなっていう風なのをちょっと思いましたで経営ってやっぱ大変なんだなとかうんでそういったちょっと切ない思い出もありますでもあの私は沖縄市ラブですもう、うん、沖縄市も,も,も応援しますでジャズもこれであの広めていければ いいかなとも思っておりますでですねあの曲もやっぱジャズ番組ですので、えー、曲を流したいと思いますで次の曲はですねあの日本人の,あの男女の2人,2人組のグループになるんですけれども「あのパリスマッチ」っていうこの、えっと、ジャズバンドになります男女のですね あのお互い結婚はしてないんですけれども、まあ別々で、あの、結婚お互いに、うん、お互いにじゃない、別々で結婚してる方で、あの、軽快なサウンドになっております。で、サマーブリーズになります。それではどうぞ。 はい。えっと、いつきです。あの、メールが届いております。とですね。婚活マスター、大いさんでしょうか今日も素敵な一日になりますように。Thank you so much。大いさんも、ね、素敵な一日になったらいいですよね。Have a nice good evening. で、きなこさん、フォー来たよって。<laughs> ま、告知したときにね、あの、私がちょっとうるさすぎて、フォーって言って、言ってしまったんですよね。で、このときに、<laughs> フォーが来ると思ったんでしょうね。<laughs> 多分来週ぐらい多分フォー出すと思います。それから、後から出しましょうかフォ,フォー。多分出るかな <laughs> で,る <laughs> で、拓也様、ね、で 九名ちゃま、お疲れちゃまぴょーんって。すごい、お疲れちゃまぴょーんって。いや、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございますぴょーん。 で、きなこさん、おったまげーって、あ、おったまげーってあの人ですよね。あの、な、何でしたっけあの、なんか、あの、これですね。真似していいのかなおったまげーの人ですよね。んな,なんかこんなの。バ,のバブルの、しましばあうの人ですよね。大好き、大好きあの人。<laughs> この番組は1時間にしましょうよって言ってます。<laughs> もうこれも面白いですね。<laughs> で、あと、メールですね。で、えっと、ラジオネーム、天然ボケ様からですね。 でこの天然ボケ様が「こんばんは今日初の番組か」「ははーこの時間にメッセージすることはめったにありません」って「もうありがたいです」「もういらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませですね」で一応天然ボケの紹介しましょうねってでこれ思ったんですけどこれ私が天然ボケかなと思ってちょっと誤解したんです私天然ボケじゃないけどなと思って <laughs> 天然ボケさんが天然ボケさんってことなんですよね。 で世の中天然ボケの方がたくさんいるのが大好きだから天然ボケにしましたって私も天然ボケの方大好きです面白いですよね天然ボケの方でなんか何を考えているのかわからないというかであと私のお友達がお友達のあっちちゃんですねあっちが来ていますあっち、Thank you so much いつき応援メッセージでもいいって言ってたからコメントしてみたよって。初ラジオ頑張ってねって。ありがとうあっちラビューだよ本当に。もう嬉しいです。 でもうあのエンディングになるんですけれども,もう早いことにもう閉店のお時間になってしまいましたで、今日初めてのラジオであのラジオを聴いたことがない中でやってみたんですけれどもとても楽しかったですでなるべくジャズに合った火のあるシンガーとしてあのラジオを進めていこうと思ってたんですけれどももう足がちょっとはっぱっております、ね、ちょっと危険ですね で、あのー、今回ラジオ初心者の私にいろいろ教えてもらった清水洋子先生ピアニストの鎌田さん。怖怖 <laughs> 怖い怖い怖い間に合わなかった <laughs> すいません多分ツイキャスで聞いてると思うんですけれどもラジオがちょっと間に合わなかったのであのー。 この私がですね、このラジオ初心者ということで、あのたくさん私のことをさボーゼトリ、ジャズの声楽の先生になるんですけれども、ジャズの清水よこ先生、でピアニストのカマンタさん、であの那覇のサウンドエムズのマナブさん、太子さん、どうもありがとうございました。もうそちらのプロフェッショナルのこの応募者の方々のおかげで。 あとその他他皆様のおかげで今回ジャズバーイスキー無事閉店することができましたまあ一応なんかツイキャスに今なっているんですけどももしツイキャスは見てると思うのであ良かったですではまたそれではまた来週10月11日火曜日夜10時にお会いいたしましょう see you next soon ありがとうございました。